平野岸神宮寺の脱退から12日、キンプリファンで聖地下熊本県の飲食店が沸騰。ポ,ポポポ食堂の店主が答えた驚きの一言。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。k n g ド p ス脱退組ファンの間で熊本県内にある ポポポ、なる店名の飲食店が話題だ。というのも、5月22日付で同グループを脱退した平野市要26、神宮寺ゆ太25、岸優太27の3人は、ファンの間で、ポポポ組と呼ばれているためである。まず、ポポポ,ポ組とは何か。発端は、2022年8月6日。 五人体制時代の金プリが行ったインスタグラムライブ、インダイ、だ。その日のインダイでは、ファンから、新育している、金蛇の名前を決めてと弟が言ってます。というリクエストに、大使メンバーが一人一号ずついそれをつなげた言葉はどうかという話に、そこで長瀬恋、24、から順に、お、高橋海人、24、が、ぎ、神宮寺が、お、と続けたのだが、 次の平野が、俺もぽ。と神宮寺の真似を、色紙も俺もぽだ、よ。と乗っかった。無事に、ペットの名前は、オギポポポ、と決まった。その後、彼氏に構ってもらえないので慰めてほしい、というファンからのリクエストでも励ます言葉を考える際に、同じ流れとなり、今度は、チエギポポポ、なるワードが誕生。メンバーは、この、チエギポポポ、が気に入ったのか 勉強を頑張れる一言をください。明日テニスの大会です。応援してください。などのリクエストにも、チエギポポポが発せられ、さらにはリクエストに応える形で、チエギポポポポポーズまで作られた。このサイポとノリノリだった3人をポポポ組残る2人はチエギ組と呼ぶようになったという経緯があります芸能ライター。そんなポポポを感じた飲食店が現在、 金プリファンの間で話題だという。果たしてどんな店なのか。四角スザンヌも来店の地域の名店。前での芸能ライターが続ける。ポポポ組は脱退組とぴったり一致していますよね。そのポポポ組が金プリからいなくなり、悲嘆にくれるファンも多い中、5月27日、ツイッターにバスに乗ってたら発見した。簡単ふ、 として白いのれんにポポポという文字が書かれたお店の外観が投稿されたのです。ポポポ組というハッシュタグと共にその写真が投稿されると1万以上のいいねがつくなど大きな話題に。反響を受け、実際に行ってみたというファンによれば、店名について店主に聞いてみたところ、お子さんでも覚えやすいような店名にしたかった、との返答があったという。 九州を拠点に活動するグルメライターが言う。熊本市東区にあるポポポ食堂は2022年3月30日にオープンしたばかりですが時系列から言ってポポポ組よりもお店の命名の方が先ですね。過去には地元テレビ局の取材でタレントのスザンヌさん36が来店したこともあり、地域の名店ですね。実際に行った人からは、 ポポポ三人に会いに行っている感覚でドキドキで行ってきました、などと報告されており、金プリファンの間では聖地と化している様相だ。また、遠くてなかなか行けないというファンからは、定食屋の看板とポポポののれん見てるだけでほっこりする、ようこなってみたい。簡単ふっ、美味しそう。定食屋ポポポは胸熱すぎる。 といった反応が寄せられ、ファンからポポポ組への愛情が溢れ出ていることが確認できる。資格取材に対して店主が答えた意外な言葉、お店のインスタグラムを見てみると、床や壁は自力で塗装し、浮いた費用は美味しい料理を提供するために回すなど、誠実な姿勢が伺えます。内装も外観も手作りでぬくもり感があり、まるで実家のようという表現がぴったりです。 お昼は11時から15時、夜は18時から21時の営業で、いくつかある定食は950円から1350円ほど。どれも丁寧に作られた料理はクオリティが高いですね。前でのグルメライター。金プリファンの間で今、大注目を浴びていることを、店主は知っているのか。直撃してみた。 金プリファンの間でお店が話題になっていることを知っていますか店主、え、そうなんですか疑問符グループを脱退した三人がポポポ組と呼ばれていまし、で、お店の名前と同じだということで、店主、ああ、そうなんですね。知らなかったです。ファンの方がお店をご訪問されていることはご存知ですか 店主、特には気づいていませんけれども、どなたも静かに食事をしてくださいます。最近店内が混雑するようになったと感じることは店主、通常、ランチタイムの12時から13時は満席になっていることが多いですが、以前からそうなので、変化ということではありませんね。と、質問に実直な態度で、丁寧に答えてくれた、ポポポ食堂の店主。 ポポポという言葉がつなぐ、金プリとのまさかの縁。地元でも話題の素朴な定食屋さんが今、金プリファンの間で大注目の敵となっている。近く三人に会いに行ってる、感覚ティアラ感激の熊本県のポポ、ポな飲食。絶対に美味しい、梅肉の冷やし茶漬け、シンプルながら、上品さが感じられるのれん。定休日は水曜日と日曜日で、 素朴な店構えと店内に揺らされるという声は多い。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。